皆さんこんにちは、北川里奈です。今日は京都で着物撮影ということで、今から早速着付けに行ってきます。めっちゃあるな。これはレース着物、こっちがスペシャルセットのアンティーク着物。迷うな、どうしよう。今日はこれかわいい。こういうちょっと落ち着いた柄が好きなんだよね。これにしよう。ああ、柄が違うってことか。どっちがいいんだろう。明るさが少し違います、ね。あ、違う。うん、こっちとこっちと。ああ。うん、わかんないな。どれがいいと思いますか。こっちは柄ちょっとややこしくか、やはりこういう系統がおすすめ。これかな。こっちにしようかな。はい。OK です。真ん中やし、はい、いやもうまた冷え性すぎて指先がやばいです。そんな見えですか？ありがとうございます。次の撮影まで30分休憩があったので、大好きなスターバックスでランチを食べました。今日のランチはカモミールティーラテに蜂蜜追加、シュガードーナツとベーコンとほうれん草のキッシュです。夜まで食べる時間がないので、今のうちにたくさん食べておきます。ここからは私がただただ食べてるシーンになるので、続きが見たい方は9分9秒まで飛ばしてください。ちなみにスターバックスでは今までココアをよく頼んでいましたが、インスタグラムでインスタバグラマーさんというスタバカスタムを紹介している方が、2キロ安田カスタムとしてカモミールティーと蜂蜜追加を紹介していたので、最近はそれを飲むようにしています。何かおすすめのスタバカスタムがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。お次はスターバックスのフードメニューの中で一番大好きなシュガードーナツです。これほんと美味しいよね。そろそろ休憩時間が残りわずかになってきたので、今急いで食べてます。フードメニュー2つはちょっと頼みすぎたかもですね。お腹がいっぱいになってきてます。でも食べるのは大好きなので、まだまだ全然時間があれば入っちゃうと思います。皆さんただただ食べてるシーン見てくださってありがとうございました。やっと完食です。今から本日2本目の撮影に行ってきます。寒い。あったかい。おいなさんおいしそう。映ってる。ご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。